巨人の2軍戦でピッチクロックを導入した映像公開。15秒短い。慣れるまでめちゃくちゃ焦るやろこれ。これ育成2クラスなんかコントロールとかめちゃくちゃなりそうじゃね。阿部が言ってたけど間違いなく導入されるから先にやっとけって高卒投手多いからなおさら。巨人って老舗球団だからイメージだけで古いとか言われるけど最先端の取り組みめちゃくちゃするよな。 DH 導入とかタイブレイク導入とかも制限しとるし、赤星って割とテンポ良いタイプなのに結構ギリギリで草。ヤクルト小川とかどうなるんやこれ。大リーグ見てもランナーなし15秒は短いわ。しかも日本はキャッチャーとサイン交換もあるから20秒が妥当。ピッチコムとピッチクロックって両方ありきちゃうんか。単純にサイン伝達の時間はピッチコムだと短くはなるけど、結局1回くらいしかサイン変えれなそうだな。今のサイン形式とピッチクロックって相性最悪やしね。12秒の社会人野球が対応できてるからできんことはないんやな。MLB、本日14試合の試合時間、